皆さん、こんにちは。ハロー。プロジェクトのアイドルグループ、椿ファクトリーの前リーダーで、6月の日本武道館公演でグループ及びハロプロを卒業した新沼希空さんが、10月20日、自身のインスタグラムを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告すると同時に、今後インフルエンサーとして活動していくことを発表しました。約5ヶ月ぶりの復活にファンからは、おかえりなさい、かわいすぎる、ひそ、おめでとう、待ってた、などの書き込みが相次ぐ中、インフルエンサーって自分から名乗っていくものなんだね、引退するんじゃなかったの、と賛否両論の意見がありました。果たして彼女はなぜインフルエンサーという道を選んだのでしょうか。そこで今回は、新沼希空さんの卒業理由や引退後インフルエンサーを選んだ理由、そしてネットの反応について詳しく調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。まずは新沼希空さんについて簡単にご紹介します。2013年にハロプロ研修生に加入し、2015年に椿ファクトリーの結成メンバーとなった新沼希空さん。椿ファクトリーはグループの変化が今までに何度かあり、それぞれ個性的なメンバーで構成されてきました。知名度が上がらず苦しい時期もありましたが、2017年1月に念願のメジャーデビューを果たします。そこからは少しずつメンバーの個性も見え始め、積極的に売り出されるようになり、数々の人気曲が登場しました。新沼さんは初期から頑張ってきたメンバーであり、2021年12月31日から2代目サブリーダーとして活躍し、2023年11月7日からは2代目のリーダーとしてグループを支えてきていました。そんな彼女は2024年6月、長いアイドル活動に幕を閉じました。新沼さんは卒業発表に際し、幼い頃からアイドルが好きで、2013年にモーニング娘。未来少女オーディションを受けました。早いものでハロプロ研修生から数えて11年目となります。2015年に椿ファクトリーのメンバーとなり、多くの貴重な経験をさせていただきました、とこれまでの活動を振り返りつつ、自分自身と向き合い次のステージに進んでいこうと考えています、と新たな道に進む思いを明かしました。たくさんのファンに愛されていた彼女ですが、突然の卒業発表にファンからは、ひそちゃん卒業、芸能界引退なんてもったいない、リーダーになったばかりなのに悲しい、寂しい、など卒業を受け入れられないファンの言葉であふれていました。また一部のファンは、こんな無責任な卒業の仕方するメンバー今までにいた、と、ただでさえメンバーが立て続けに卒業してファンが不安になっている時に卒業発表するのは無責任すぎるとお怒りの方も。今までに4人のメンバーが卒業し、2023年11月6日に山岸莉子さんと岸本夢乃さんが卒業したばかり。ここまで立て続けに卒業されると、グループの存在も揺らいでいる印象ですね。これからグループを立て直していくためにリーダーという役職を受け継いだのだろうと思われましたが、残念だと感じるファンが多いようです。この卒業発表に怒っているファンからは、自分も辞めたらグループがダメになるって、卒業するのをこらえて支え続けた愛ちゃんやさゆやたけちゃんを見習う気はないのか、グループへの思い入れはないのか、と納得いかない様子のコメントが見られました。卒業と同時に芸能界も引退と発表があり、卒業後の活動は目に見える形では応援できないでしょうが、新沼さんは現在25歳ということで、将来のこともいろいろ考えての選択なのかもしれません。たくさんのファンに惜しまれながらも卒業していった新沼さんですが、10月20日、自身のインスタグラムを更新し、25歳の誕生日を迎えたことを報告すると同時に、
今後インフルエンサーとして活動していくことを発表しました。ハイパー塩対応。新沼さんは黒髪ロングの自身の写真をアップし、皆様お久しぶりです、10月20日で25歳になりましたと、この日誕生日を迎えたことを報告。そして今日からはインフルエンサーとして様々な活動に取り組んでいきたいと思っています、温かく見守ってくださると嬉しいですと続けました。約5ヶ月ぶりの復活にファンからは、お帰りなさい、可愛すぎる、ヒソおめでとう、待ってた、ヒソちゃんまた姿が見れるの嬉しい、などの書き込みが相次ぎました。しかし一部のネット上では、インフルエンサーって自分からなるものじゃなくて周りからそう思われる人だよね、しかも企業とタイアップでもしない限り収入につながるわけでもないので、生活の糧にするにはなかなかきつい、それなりのアイドルグループにリーダーとしていたわけだし、芸能界に残るのではダメだったのだろうか、インフルエンサーをするって具体的にやりたいもんがないから、とりあえずって感じがする。それなら M ラインに行った方が良かったんじゃないのかね。 YouTuber ならああなるほどってなりますが、インフルエンサーって職業ではないはず。本人がやっていくっていうのは否定しませんが、その総称はもっと力がある人、影響力のある人、宣伝できる人なのではと思います。インフルエンサーって何らかの活動で大きな影響力を持った人が結果的にそう呼ばれるものだと思ってた。自分から名乗っていくものなんだねと、彼女の転職について賛否両論のようでした。インフルエンサーを選んだ理由については言及されていませんでしたが、過去2021年6月に彼女のインスタグラムのストーリーにて、脳洗浄に行ってきました、本当に頭が小さくなってびっくりした、先生ありがとうございましたとエステサロンの PR をしていたことがあり、当時は OG ならまだしも現役メンバーならこういう PR ってやらない方がいいんじゃないのと心配の声であふれていました。そのことを不審に思っていたファンからは、インフルエンサーって要はサロンとか美容食品とかの有料広告塔みたいなことをやるんだろうけど、そういえばすでに3年前に似たようなことをやってたね、確か脳洗浄ってやばい案件じゃなかったっけと訴えました。また現在の彼女の姿を見て、ヒソちゃん二重幅変わったね、メイク濃すぎてキャバ嬢かと思ったなど、容姿の変化を指摘する声も多く、今後美容整形やコスメなどの美容に関する発信があるのではないかともささやかれています。このことから彼女は以前からインフルエンサーという職業に興味があり、年齢も25歳ということから人生の第2ステージを考え始め、今回のタイミングでアイドル活動に終止符を打ったのではないでしょうか。念願のインフルエンサー生活は思ったよりも険しい道になりそうですが、今後インフルエンサーとしてどんな風に活動していくのか気になりますよね。これからの動きにも注目していきましょう。いかがでしたでしょうか。今回は新沼キソラさんの卒業理由や引退後インフルエンサーを選んだ理由、そしてネットの反応についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。